ソンドリオ県は、イタリア共和国ロンバルディア州に属する県の一つ。県とはソンドリオ。ロンバルディア州の北東部に所在する県で、県とソンドリオは、サンモリッツの南約 36km、ルガーノの東北東約 74km、ブレシアの北北西約 74km、州とミラノの北東約 95km。 トレントの西約 97km に位置する。県域は東西に長く広がっており、北にスイスと長い国境を接している。スイス側は、グラウビウンデン州で、ベルニーナ軍が、県域に深く食い込む形になっている。東は、トレンティーノアルトアディジェ州と境を接する。隣接する県、及びそれに相当する、行政区画は、以下の通り。CH は、 スイス領 CH グレーンはグラウビウンデン州所属を示す。ソンドリオ県外略図河川と谷筋県域の大部分はあった川の内コモコより上流にあたる地域である。あった川本流は県域北東部に源流を持ち、ソンドリオなどの町を経てコモコに流入する。あった川流域の谷筋はバルテリーナと呼ばれる。 あった川の支流ポスキアビーの川が形作るバル、ポスキアーボは、地理的には、バルテリーナに従う谷であるが、スイス領となっている。このほか、コモコの北側には、直接コモコに注ぐ、メーラ川とその支流が形作るバルキアベンナがある。県域に含まれる谷のうち、バルキアベンナの北東にある、バルディレイは、ライン川水系に属する。また、 県北東部のバルディ・リビーニョを形作るアクアグランダ川はイン川を経てドナウ川水系に属している。峠県東部のボルミオからボルツァーノ自治県のバルベノスタへ越えるステルビオ峠はアルプスで2番目に標高の高い峠とされる。県北西部のバルキアベンナから北へスイスのスプリューゲンへはスプルが峠が越える。 2001年の国勢調査に基づく居住地区別人口統計によれば人口4000人以上の都市、集落は以下の通り、うちは所属コムーネを示す。イタリアで最も人口の少ないコムーネであるペデジーナは県の西部にある。村りを県には77のコムーネがある。主要なコムーネは下表の通り、左端の数字は ISTAT コードを示す。 人口は2012年1月1日現在、2001年の国勢調査時点では78のコムーネが存在した。コムーネの数はその後も長らく変わらなかったが、2015年には人口50人足らずのメナローラがゴルドーナに編入された。山岳部共同体は複数のコムーネによる広域行政組織である。ソンドリオ県には、 以下の山岳部共同体がある。ありがとうございます。